といい。厚みのあるパーツは成形の都合で裏面が肉抜きされている場合がある。これが完成後に見えるのはちょっとがっかり。そこでこれをエポキシパテで埋めて綺麗に仕上げる方法を紹介しよう。エポキシパテは2つの樹脂を同じ量だけ混ぜ合わせて使用する。手がかぶれる場合もあるので混ぜるときには手袋を使おう。少し水をつけると手袋にくっつきにくくなる。色が均一になるまでよく混ぜ合わせよう。練ったパテはくっつかないようパレットに置いておく。パレットは厚紙にガムテープを貼っただけのもので十分だ。小さく使う場合は細く伸ばしておくと扱いやすい。パテを盛るときはパーツとパテの間に隙間ができないように注意する。ヘラには水をつけた爪楊枝を使うと作業しやすい。パテは硬化する間に体積が少し減るのではみ出すくらいに盛っておこう。盛り付けたら硬化を待つ。パテが完全に硬化したらはみ出しを削る。硬化時間は商品によってまちまちなのでパッケージの注意を参考に。まずははみ出したパテをナイフで粗く削り、次に金ヤスリや粗めの紙ヤスリで成形する。周囲の形状に合わせるが余分に削りすぎないように注意しよう。同様にパンツァーアイゼン、シュベルトゲベール基部の裏も同じようにエポキシパテで埋め仕上げている。先の尖った形状のパーツは安全のためやや太めに作られていたり、フラッグと呼ばれる余白がついている場合がある。こうした部分をよりシャープに削って仕上げてみよう。フラッグがついている部分はその部分をニッパーで切って、切り口を紙ヤスリで仕上げるだけでも十分綺麗に仕上がる。鋭さのないアーマーシュナイダー、これをシャープに削るにはまず金ヤスリで面を出して外周の形を出し、その後縁が薄くなるように削っていく。先に加工したフラッグ付きのアーマーシュナイダーを参考に削っていこう。金ヤスリを使った後は細かな傷ができるので、これを紙ヤスリで消していく。エッジやシャープさを消さないようパーツとヤスリの当たる角度に気をつける。アンテナを細くする作業も基本的には同じ要領だ。細い先端を折ったり削りすぎたりしないように力加減に注意しながらヤスリをかけていく。
つの部品で塗り分けがある場合、パーツの凹凸に合わせて塗り分けることが多い。こうした部分は塗り分け線に沿って細い溝状に加工しておくと塗り分けがしやすくなる。塗り分けとなる段差をニードルでなぞり毛がいていく。ずれたりはみ出したりしないようにパーツの形状に沿わせるのがポイントだ。毛がいた後にさらにナイフの刃を立てて溝を V 字に広げていく。これで溝が広がり別パーツのように見えてくる。掘った溝を最後に紙やすりで仕上げる。紙やすりの縁を使い削りかすや細かな凹凸を取り除いていく。